ピカルのメンバーが内々で決まったと。はあ。綾部を軸にっていうのが決まった時に、俺今でも覚えてます。あの本社の前歩いてて電話かかってきて、はあ、吉村と、お前入ったよなと、いいか、余計なことするなと。俺がリーダーだから俺の通りにしてくれって言われて、でも今回はそこは譲れねえと思って2ヶ月で取ると思って。へえ、面白で当てに行きましたね。でも結構食ってるというか、だって僕ピカルで一番印象残ってるのって吉村さんがなんかあの車27時間でぶっ壊してるところとか、はいはい、あれが一番なんかだからそれの賜物ですよね。そのあの電話がなかったら俺ここまで燃えてなかったですね。あと30歳もうやばい、もう後がないっていう2つの状況で絶対に 中心になるというか中央は取ってっていう。おお、そしたら悪い方向に行ったのかもしれないですよね。ギスギスして。ああ、そこだ。え、で終わりってどうやって告げられるんですか？ピカルとかって。ピカルの終わりは会社からかな。まあなんとなく終わるよって噂はあるわけですよ。ああ、はいはいはい。で、あつ。個別で呼ばれてこういうことになりましたってその時の演出に話されて、ね、その時はちょっとやばいと思いましたね。へえ。あれでもそこから別に吉村さんたちっていうか信久保さん別にそこからピカで終わったからいなくなったみたいなことはないですよね。ありがたいことに多少その呼ばれたりはしましたけど、でもやべえと思いました。へえ、そうなんで結果的結果ですけど、あの時終わってよかったんだなと思う活躍ぶりですよ。みんなハライチもそう、直美もそう、又吉君も小説もそう、はあ、って考えたらあの時よかったなと。ただ盆栽エイジンだけはまだ あれですよ、なんとかしないとなとかいろいろ思ってますけど。でも盆栽エイジンさん でも実力派ですよね。めちゃくちゃ実力派ですね。だからまあきっかけさえあれば いつでも行くって、今まあなんかいい感じですよお互い。うんうんうん。じゃあそんなそのギスギスの中は吉村さん誰とつるんでたんですか、そのパネルメンバーの。その当時直美さんだけですか？直美とか又吉君ですか？ああ、そっか、又吉さんなんですね。千鳥さんはどんな感じなんですか？千鳥さんは途中から来たから、途中からだから半年しかなくて、じゃ仲良くなる感じでもないんですか？今は仲いいですよ。両方ゴルフ行ったりとか、うんうん、飯行ったりとかしますとか。当時はそこね、千鳥さんも気使ってたと思う。だってある程度完成されたパッケージに入ってきたんですから。ああ、そうですね。で先輩として、これが下だったらよかったですけど、はい、一番先輩になっちゃったから。ああ、まあやりづらい。そう、やりづらいですもんね。外出たらもうトップジオもフットさんも同じひな壇にいる、有吉さんもいる、土田さんもいる、サバンナさん、チュートさんと今 MC やってる人がひな壇にいたわけですから、そこの末席ですよ。当時まだ予算もあったから1回の年末の特番で50人とか多い時は200人いたわけですよ、タレントが。その中の一番端っこ、はあ、でもそこの軸は今を MC やってらっしゃった有吉さん、バナナさんとかサマーズさんとかもぐーっと全部回すわけですよ。MC がさんまさん、浜田さん、しんすけさんとかの中で、はあ、面白そうだ。ひとりさんとかね、いや面白い時代だったな。全部いたな、手だれが、はあ、全員まだまだ全員もうこうバキバキのバキバキの野良犬の目してるんですよ。いやすごいですよね、その吉村さんたちのこの、いやもちろんね、ってかまあ発展してるんだろうなお笑いがっていう感じですけど、人数のこのライバルの多さと、ライバルとかだってレジェンドもまだ言いますからね。現状もそうじゃないですか。確かに、たけしさんもスタジオにいらっしゃるし、今も、はいはい、歴史上の人物級の人と実力派とかで若手もいるし、全部がいる世代に生まれたちょうどやばい時期の流星のちょうど真ん中にいるかもしれないですよ。そうっすよ、楽しいですよ。そうですよね、確かに。ロンハーでなんか吉村さん VS 有吉さんみたいな構図、結構なんかあのあれ格付けとかでやってたし、やってましたね。めっちゃ好きでしたけど、ね、いやててでもあれで教えられたわけですよ有吉さん。それがただ胸見て何もゴールも何も考えずに噛みついてガーガーってやった時に、うん、吉村と、ちゃんと考えないと、それはもう芸じゃないよみたいなことを教えられて、じゃあ僕は台本書いていきますって言って書いて、まあ、結果それはやらなかったんですけど、からの関係ですね。そうなんですね。なんかだって飲み行ってくださいって言って断られるみたいなくだりとかありましたよね、なんか最初の方とか、はい、そうですね。最初は大枠は極楽トンボですよね。
極楽とんぼっていう大枠で作られて、はい、でカリカの八代さんって人が当時いたんですけど、その人にいろいろなきっかけとかいただいて、はい、で石原さんでテレビは本当に有吉さんに、はあ、そのひな壇というかその大勢いる中でというか、吉村お前勢いだけで調子乗ってるだけだぞそれと、はあ、しっかり地に足をつけてみたいなこと、はあ、面白い、いろんな人にお世話になりましたね、すげえ、僕でもあの吉村さんとなんかゴッドタンで小島さんがなんか手握ってビンタし合うみたいなやつ覚えてますよ、 あれはどの時期ですか、でもあれ、あれめっちゃ面白かったですけど、すげえやっぱ吉村さんすげえなと思いますけど、あのすごくないのよ俺なんて基本、あれも小島さんがいたし、たまたま偶発的に生まれたもんだし、はあ、あれめっちゃ面白かったですけど、ね、でもそれをちゃんと転がしてくれたのがおぎやはぎさんだし、ひとりさんですよね、吉村さんが今この 今のその何ですか、なんか ポジション的に言うとこうなんか MC の人のなんていうか裏回しっていうことは正しいのか知らんですけど、なんかこう例えばそれこそサマーズ論じゃないか、サマーズさんがいてでも進行は実は吉村さんみたいなとかあるじゃないですか、そういうのが来だすようになったのってどんなタイミングなんですか、例えばバナナマンさんと金曜日の決断の金曜日みたいな番組も、ね、吉村さんバナナマンさんの横に吉村さんいたし、はい、あと厨房ですよ吉村さんいますもんね、あれ謎なんですよね、でこれねいろんなことをどこまで話していいか分かんないですけど、はあ、厨房ですよ多分徳井さんを使いたかったんですよ、あチュートリアル、はあはあ、チュートリアル徳井さん使いたかったのその時違う飲料の CM やってたから使えなかった、ダメだったんですよ、はあ、あの強行しちゃうから、そうかそうかそうか、でちょっと厳しいですねってなった時にたまたま僕がサンジャポで、はあ、熊本ロケ行った時にサントリーの方がいらっしゃって、 それを見て、あじゃあ吉村くんでいいんじゃないのって言ってくれたのが最初だとは聞いてますけどね、あすげえそんなとこから掴んでるんですね、まあ、あれ多分壇蜜さんと西川先生とのロケだったと思うんですけどね、三者もどうか九鹿児島かな、あでもその二人をうまく回してた姿見たら頼りになると思っちゃうかもしれないですね、なんかそうだと思いますね、それが厨房の最初のだったような気がします、ね、で決戦とか決断はあれはあの、コンバット、はい、映像者と同じ演出の方と同じ作家さんですから使ってくださったみたいな感じでしょうね、いやだからでもすごいっすよ、なんかその最近こうテレビ見てめっちゃ思うのが、なんか長寿番組に恵まれた方がそれはなんかスターっぽいんだけど、なんか恵まれそういうのになんか恵まれないで戦ってる人の方がなんか強いんじゃないかなってこう思い、あそれは多分時代が変わったんですよ、圧倒的に僕がテレビを見てた時代と東京に来た時代は、もう歴史で言ったら戦国時代です、各々が戦い合って城築いて、うん、でその領土を広げていくっていう戦いだったんですけど、うん、これが何かとか天下統一されちゃったんですよ、あお笑い界が、はいはい、誰が取ったってまだ分かんないですけども、うん、それがダウンタウンさんかトンネルさんか雲南さんか分かんないですけど、太平のようになっちゃったんですよね、はあはあ、お笑いってなると、はい、もう領土の拡大じゃなくて、はい、その時の官僚的な出世の仕方しかできなくなるわけですよ、あじゃあ今吉田さんは官僚なんですか、官僚的だと思うんですよ、小峠さんとかも、だから将軍のとこに行って、はい、結果を残して上がっていくっていう、武将軍人が活躍する時代じゃなくなったんですよお笑い界、そうなるほど、えその官僚の人たちで飲んだりしないんですか、例えばその吉村さんだとか小峠さんですとか、まあ、それこそ陣内さんとかもですか、陣内さんとかもそうでしょうね、でもみんなそうだと思います、その何ていうか、それこそ言ったらみちょぱもそうだしみちょぱさんもそっか、その官僚に入りますか、そこ入るか、野口さんとか千鳥さんも当時はそのね、あ一時期は麒麟川島さんとか、ああそっかそっか、その方々が、じゃあこっから今の吉野さんの野望は何なんですか、そのありますか、そのそういうもちろんあります、この今官僚ってなっちゃったって言ってたじゃないですか、もちろんありますよ、 どうしてくる感じですか、官僚が天下を取る時代もありますし、おお、あります、官僚ってその頭のいる官僚じゃないです、役割的にってことですよ、はあはあ、その野望はまだ言いません、野望は達成した時に言います、はっなるほど、なるほど、えそのじゃあその野望を達成するための一簡単ですか、あのボーイエスクとか、それは趣味ですか、まあ、それもありましたけど、でも、はい、趣味というかまあ、そうですね、野望の達成の一環でしたけど、でもこれだけじゃダメだなとか、はい、2週間休んでた
ろんなことを考えたりしたんですけど、どっかで日本の笑いって世界一だって思ってるじゃないですか、みんな日本の芸人が、はいはい、なぜか分かんないけど、なんか結果を残したわけじゃないですけど、おそらく日本の笑いって世界一だよねっていう自負があるんですよ。あ、でも岡本さんの感覚なんか、そうですよね、バラエティもそうじゃないですか、日本のバラエティ世界一でしょ、一番面白いじゃんって、うん、でもこれ、あ、例えば映画とかだったらそんな思わないです。日本の映画が一番だってあんまり、ハリウッドがあってるとかになるから。音楽もやっぱもともと古来は、ね、うん、イギリスであったりとか、うん、うちの方が世界一だっていうふうにあんまり言わないですよ、日本のアーティストとか俳優さん。でも芸人だけは言うんですよね、バラエティだと何の結果もない。だからそれを一回探ってみたいなと。へぇー、もしちょっと楽しみですね。で、負けて、大負けして繰り返ってくることもあります。日本笑いって世界一なんだよっていう答えを出してみたんです。それが俺なのかっていうのになりますけど。いやいや、でもちょっと目指すのはめちゃくちゃかっこいいですよ。だから僕がやるわけじゃないですよ。どういう風なアイディアでいろんな人の手伝ってもらってるかもしれないですけど。へぇー、楽しみですね。っていう高校生、何を具体的にこうっていうのはまだ決まってないですけど、してみたいなっていう。いいですね。あ、そもそも吉村さんはその 子供の時とかなんかお笑い好きだったんですか？お笑い好きでしたよ。北海道どんな少年だったんですか？いや、でもね、これ北海道はね、まあ、明るくて活発な子だったと思います。あ、そうなの？小学校の時は目立ちたがり屋で、へえ。で、中高でいろいろなんかね、まあ別に尖ってたわけじゃないですけど、別にヤンキーでもなかったから、目立ったらその時ってもうボコボコにされるわけじゃないですか。またもうろくでなしブルースだ、ビーバップだがあったから怖かったんですよね、地元の先輩は。で、そういうところには、うん、あんまり見つかんないように、こっそりやったりとか、そういう感じで生きてた。ネズミっすね。ネズミのように。ネズミのように。怯えながら震えながら。北海道なんてそのないんですよ、文化がそんなに。だから東京でやってるゴールデンの番組しかなくて、お笑いなんて、それを見て育った世代かな。だからネタの漫才とかコントとかっていうものはやっぱ大阪と比べて9割ぐらい少ないわけですから。はあ、はあ、そうそう。誰に憧れたんですか最初？全部あったんですよ、俺ら。保育園の時に、ドリフターズ禁止。禁止？禁止です。みんな、下品。はあ、変な大人になるってやって禁止になって、小学校の時に加藤健。はあ、前半、ハマってて、ちょっと大人のひょうきん族もあって、それはあまり理解できなかった世代ですけど、ひょうきん族見て、で、トンネルズもあって、小学校中盤、雲南さんが出てきて、はあ、で、小学校の後半から中学まではどっぷりダウンタウン。はあ、で後半にはめちゃイケが入りっていう全てを。あ、でお笑い本当そうっすね、すごい全部見てくれて、ね、全部見てます。で、金ちゃんも見てたんですよ。それは担任の先生が好きで、なんかわかんないですけど、給食の時間に金ちゃんの ビデオ見せられて、すごいいい先生ですね。そんなの見せてくれて、結果としてはいい先生ですけど、なんであれをみんなで見ないといけないのかな。不思議な先生ですね。不思議な先生でしたね。ただ先生、女の先生。あ、女性でお笑いファンだったんですか？お笑いファンだったんです。全部見えてきましたね。うん、ああ。え、なんか、僕テレビで見たんだけど、吉村さんがなんか、お父さんとお母さんが離婚されて、お母さんをなんかこう、説得しみたら断られたみたいななんか、エピソード喋ってるの見たことある、うん、小学校の時。あ、小学校？はい、小学校の時です。それってどんな話、聞いてもいいもんですか？いや、全然いいですよ。だって、いや、まあ、説得っつうか、その時なんかわかんないじゃないですか。父と母は必ずいるというもんじゃないですか、小学校時の発想って。で、今ほど離婚が多いわけじゃないから、だから戻ってきてくれってこっちの都合だけですよね。あ、お母さんのとこ行って、お母さんのとこ行って、なんで俺にはお母さんがいないんだと、戻ってきてくれと、他の人にはいるのに戻ってきてくれって言ったけど、これは大人になったら分かりますよね、その愛とか何か感情とかも冷めてるとかっていうのを分かって上で母親の決断ですから、なんと思わないですけど、当時はそんなこと分かんないですからね、っていうぐらいですよ。なるほどね。恥ずかしかったんですよ。当時は。なるほどね、参観日にお母さんがいないとか、うちのおばあちゃんが来るとかっていう、ただそれだけです。自分の恥ずかしさだけ埋めてくれっていうことですから。なるほどね。まあ、ガキだったんでしょうね。今は全く思わないです。もう、そうか、そうですよね。
それぞれ同じ道を歩むと思います俺も。え、ああ、はい、結婚して離婚する、いや離婚するとか絶対浮気するし、あお互い、なるほどっていうふうなことになると思うから、なるほどね、そうなんですね。次4時に赤坂ですよね。今何時ですか。今3時ちょい前。あ、待って待って。あ、じゃあ、車で来られてますか？車です、ね。あ、じゃまた歩きながらいいですか？うん、お、お。あ、ありがとうございます。面白い。かっこいいな。かっこよくはないですよ。かっこいいですよ。かっこよくないよ。本当に。かっこいいと思っちゃダメ。原因が本当にいらない職業なんだよ。あ、そうですか。いやいや、でも、みんな、いや、みんなお笑い好きじゃないですかって。僕の YouTube なんて、その、お笑い要素全くなかったけど、やっぱ東野さん出てきた時の、なんていうんですかね。あの東野さんはもう桁違いですから。だって。いや、でも東野さんもめっちゃ。すべての世代に、影響を与えた番組のメンバーですよ。はい、そうですね。確かに。あ、俺とは桁が全然違う。でも吉野さんもだからその僕だからその火曜日編集したくないっていう理由で生配信してるんですけど、ははそこにコメントくれる人は毎回来ますよ、吉野さんまだですかみたいな、あの出てくれないんですか本当はみたいな、いやいや そんなことはないと思うんですけどみたいな、ちょっといろいろとかって普通に待望さこと、男性ってやっぱ芸人さんのこと基本リスペクトしてますよね。そうなのかな。いやだってやっぱ一番面白いが、いやっぱ良くない時代よ。あ、そうですか、そうですか。やっぱリスペクトは年だと思ったんですけど、しないといけないのはお米を作ってる人、野菜を作ってる人、魚を取ってる人、肉をさばいてる人、はいはい、ここに圧倒的にやっぱリスペクトして、はいはい、それを土壌があるから俺らはもう末端よ社会の。いやいや、まあ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 、それを気づくのが遅かったんですよね。でそっちのね大変な農業とかの世界に行くほど勇気もないし、はい、なるほどね。 YouTube とかやらないんですか、ちなみに。いや、あ、そうか、能力がないと思います、やっても。そうですか。俺なんてもうバカでね、適当でもう楽して生きたいって人ですから、もうこう撮って編集してこうやるなんてっていうものはもう向いてないです。ああ、そっか、そこ結構はっきり分かりますね。 そこに飛びつかない人と飛びつく人で、今結構どんぐらいですか、周りの人だとやってる人でも結構サマーズ、あのバナナマンさんとか有吉さんとか、はい、そういう人たちはやらないですよね。わかんないですよ、やろう、うん、忙しいんじゃないですか本当に、その人たちは。なるほど、そこをやる暇もないというかとは思いますよ。徳井さんとは、うん、今一緒にする仕事って どうなんですか、その ラジオ。ラジオとかたまに番組出たりとか、まあ、劇場とかも一緒にしたりしますよ。はあはあ、テレビは一人で戦うって感じですか。いや、そんな決め事はないですよ。そんな決め事はない、そんな決め事は全くないですけど、はい、得意は多分テレビを見るのが好きなんですね。はい、あ、はい、あ、どうやらてか、あの分析が超面白いですもんね。僕はテレビが出るのが好きだから、そことの乖離もあるかもしれないし、無理というか辛いと思いますよ得意が。番宣メインのバラエティに出た時に戦っていくのは、はい、俺はまあその辺バカだから。あのゴッドタウンとかで、あの鎖芸人セラピーとかめっちゃ面白いですもんね、トッピーさんの。いや面白いですよ、ああ面白いですよ、それはみんな面白いですよ。面白くない人なんかいないんですよ基本的には。私面白さってなんだって必要かと思います。まあ職業上必要ですけど。ああいうあの全力脱力タイムズみたいな、あの裸で、あのアキラ 100% さんの真似したりとかするの、ああいうのやっぱり楽しいですか。いやバラエティが楽しいと思ったこと一回もないですよ。え、そうなんですか。必死だから。え、じゃ あの裸でなんかこう机の上なんかこう飛び回ってんのとかって、あれ楽しいんじゃないですか。いや楽しいって感じはないです。後から楽しかったのはありますけど、やってる最中は必死です。あ、もう なんとかしないとって。だからよくその地元帰った時に、誰々ちゃん可愛かったなとか、はあ、はあ、いたじゃん、あの女優の何々ちゃんいたけど、はあはあ、喋ってたらやっぱ可愛いみたいなこと聞かれるんですよ、はあ、いやもう覚えてないってか、そんな場合じゃないの、はあ、必死だから。あ、なるほどね。広瀬すずさん可愛いとは思いますよ。でも可愛いなと思いながら座っていく現場じゃないから。ああ、そこずっと頭をフル回転させてる。なんとかしないといけないともがいてるな。はあ、楽しくはないですね。後から出てくる楽しさ。そうか、じゃあそうか、達成感の方が強いってことですか。あ、終わったみたいな。達成感なのかな。必死。あ、そう。うわー。あ、
ずっとドラム叩いてるソロで。あ、そうなんですか。え、でもあの水曜日のダウンタウンのあのプレゼンターの役割この前されてたじゃないですか。あそこってなんかぶっちゃけ視聴者からするとそんなになんかこうおかず的な要素じゃないですか。でも あそこでなんか変な感じになる人とちゃんとなんか笑いで終わってる人、難しいですね。大きくさ、吉野さんめっちゃ完璧じゃなかったさこの前です。いやいや、1回目失敗したんですよ。え、そうなんですか。1回、あ、2回目ではないですけど1回失敗したんです。お、失敗、追っかけちゃってなんとか笑いを起こさないとガーってなったんですけど、はあ、失敗しました。でちょっと反省して、あんまりこのトントントンぐらいでいいんだなっていうのはありました。失敗しました。僕は、あ、1回目失敗したんですか。はい、悩んでました。あ、そうだ。でもこの前のなんかこのあの堂々とした感じ何なんだろうなと思いました。すげえなと思って、なんかそうしたんですよ。あ、見てて、はい、みんなやっぱ V を見たいし、はい、V が面白いしダウンタウンさんも見たいから、はい、そこで俺がどうこうやる必要はないと、はい、で俺最初の方それやっちゃったんです。ここで笑い取るぞ、ここでやってやるぞっていうのが。なるほど。水曜日のダウンタウンに関してはすごい音痴だった、僕が最初。はい、でいろいろ見て、あ、そうかっていうのを学んだだけで。あ、一回失敗してるんですね。失敗します。あ、そうなんだ。すっごい反省してます。あ、すごい。でもじゃあそれ生きてますよ。この前なんかこの堂々たるこの感じなんか何なんだっけ。ダウンタウンさんの前なんか肩の力抜けててちゃんとなんかこう場がコントロールされてる感じ何なんだろうなと思って、すごいなと思ったんですけど、それが 100% できてるとは思わないですけど、多分こういうことなんだ。V を皆さんに見てもらわないと何を吉村見せに来てんだって反省しましたね。あ、そう。自分の番組って見返すんですか。そんなに。うわ、全部は見ないです。気になったのは、気になったりとかどうだったかなとかは見るんですけど、見たら、うん、これ本当タイプによると思いますけど、俺は、うん、あ、そう、ここはこうなんだとか考えちゃうと、うん、手数が少なくなると思うんです、現場の、うんうんうん、だってやっぱ俺なんてそのカットするじゃないですか。だってゲストがいて番宣の人がいたりとか、珍しくバラエティに出ましたって人を優先するわけですよね。面白さじゃなくて、賑やかさじゃなくて、ってなったらだいぶカットされるけど、それを見て、あ、これカットされるかもなと思うのが嫌だからあんまり見ないんです。あ、やりたい番組とかあるんですか。こういう番組やりたいとか、種類的にというか。あ、でももうあのさっき言ってたようにお笑い青春番組だよ。しんどいなって感じだった。しんどいなって、それはもうできないし、それはできない理由は体力的もあるし、自分の能力もあるし、体験的なね、金銭面もあるし、なるほどなとは思いますね。番組というよりは、番組も出つつ、あの劇場とかのお笑いもやりたいな。コンビのネタじゃなくて、ユニットコントであったりとか、ライブであったりとか、なんかいろいろやってみたいなとは思いますね。なんか東山さんとあのご飯食べさせていただいた時に、なんかあのファイブギャップさんの話されてたんですよ、吉野さん。それはすごい印象的で、なんかその同期で実力あるけど未だに芽が出てない人の一組だって言ってて。実力ってどういう実力かにもよりますけどね。例えば出た時にバラエティをうまく回せる人ではないですけど、ただ圧倒的にウケますよね。あ、コントネタは、俺とかの日じゃないぐらいやっぱ全世代にウケたりするし、子供にもウケるし、お年寄りにもウケるっていう実力はすごいですよね。だから今の実力ってちょっと偏ってて、なんかうまく回したりとか、ちょっとエッジの効いたネタをやるっていうのが実力になってる。すごいお笑いが狭くなった世代になってるような気がするんで。ああ、なるほど。いや、もうそれじゃなくて、もうベタだって笑い取ったら実力だし、ケツ見せて笑い取っても笑いは笑いじゃないですか。はあ、はあ、っていうのがすっごい狭くなってきて、なんか見てる人がプロ化してますよね。ああ、で確かにそれはあるかもしれないです。で見てる人がプロ化するジャンルって比較的こう規模がちっちゃくなってくる。例えば落語であったりとか、はあ、はあ、映画であったりとか、はあ、はあ、なんかそれは避けたいなと思います。そっか、プロ化してるんですね今。見てる人すげえプロ化してると思います。なんかどんな時に他に感じます。まあ、SNS で結構いろいろこういう、これはこうでこうでって評価したりとかするじゃないですか。あ、マニア的な人が。マニア的な人が。はあ。でもまあそれはそれをする人はいいと思いますけど、はいはい、全員がそれしちゃってますよね。大会 T
キングオブコントとかも M1 すごいイベントですけど、功績は大きいですよ、はいはい、いろんな芸人を売ったし、はいはい、だからそこの功績にある光と影じゃないですけど、影の部分でお客さんが黒化しちゃった、あのネタはどうだと、はいはいはい、展開がどうだっていう、単純に何も考えずにいなくなってた時代をいたんで僕は、はい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 、それからちょっと変わってきてるなっていうのはあるし、はい、それがテレビにも感じつつありますね。あ、でもそれめっちゃ面白い、なんか全部やらせだと思われるじゃないですか、はいはい、あのガチだったとしても、はい、これどうせやらせでしょみたいな、いや、いいんですよ、やらせでも演出だから、はいはいはい、悪いやらせといいやらせの区別につかないくなってきてるなとは思いますね。いいやらせというか演出とやらせの違いが分かんなくなってきたりとか、確かにそういうなんか黒化するのはあんまり行き過ぎるのは良くないなとは思います。だからこそ得意とか、はい、あのカモメンタルのう大くんとか、はいはい、ちゃんとしたプロが評価した方がいいと思います。あ、カモメンタルのう大さん、そっか、あのキングオブコント王者ですもんね、う、はいはい、大さん今なんかそれでちょっと来てますね。え、あ、そうなんですか、はい、ちゃんとした的確な評価だし、う大さんとかは先輩ですか。う大さんは後輩ですよ。あ、そうなんですか、はい、あ、そうか、でもそんな関わりがないからさん付けなのか。でも基本さん付けですよ。なあ、めんどくさいから。あ、敬語と敬語じゃないの分けんの。あ、そういうことだ。だから僕とかにも敬語使ってくれるんですか。そうそう、僕忘れちゃうんですよ。あの、何回か失敗したんです、当時。あ、そう、先輩にタメ語になっちゃった時は、うん、ごっちゃっとなっちゃった。あ、そう、それを避けるためにもずっと敬語で行く。あ、基本的には行こうと。そうなんですね。へえ、頭いいですね。いや、よくないです、バカだからやってるだけで。いや、でもそれが頭いいってことです。バカの対処法。へえ、面白い。ありがとうございます。すいません、こんなちょっとダラダラ長くついてきちゃった。怖いよ。怖くないでください。いや、怖い。ごめんなさい、本当に。見たことない機材で撮ってる。本当ですか。あ、まあ、私、バラエティっぽいのはあるじゃないですね。あの、徳井さんはあの YouTube では出ないんですか。得意の考察でも、あれ一人でやるものだもん。一人でやるものだし、まあ、得意は俺誘わないでしょ。あ、そういうことですか。誘われても困るし。まあ、それはもう好きないんです。なんか面白いコンビですよね。だからその不思議というか、不思議ね。まあ得意がその得意の考察でとか、あのコラボで言ったんですけど、そんなに兄弟一緒にいないでしょって。ああ、兄弟います。俺は一人っ子だから分かんないけど。います。あ、確かに僕は一個上のお兄さんとはそんなに一緒にいないです。じゃあ部屋遊びに来いよって言って、行く、今の年で行かないです。で飯一緒に来いよって言って、まあ年2回けど明日何やってるとかあまり聞かないじゃないですか、お兄ちゃんと。確かにっていう感覚なんじゃないですか、得意なりに。俺もそうだと思います。違う企画とかお願いしてもいいですか。こう YouTube ですけど。いや、断るよ。断らないでください。いや、それだったらまあみんな使ってくれたらね、若い世代とか、はあはあ、使ってくれたらありがたいですよね。俺はギャラも何もいらないし。いや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 、いらんて。だって逆に入った方が、おい、なんだこの低さってなるから、だったらもらわない方がこっちは割り切れんだよ。なるほど。あ、じゃあ僕、低さってなんないようなギャラが払えるのが頑張りますね。いいよ、だから若手使ってください。俺と共に、それこそファイブギャップとか、はい、世に出てない人を使ってくれるんだったら僕は全然喜んで出させていただきます。あ、ファイブギャップさんをお願いしたら出てくれますかね。出るんじゃないですか、東野さんも出たんだから。いや、全然そのうちにテレビで見る人以外でもそういうなんか、あの実力者が推す実力者みたいな人の話聞くのって面白いじゃないですか。え、ちょっとじゃあ内森さんに聞いてみますね。あ、お願いします。はい、あのやっぱだな、吉村さんの推薦。他、あ、え、ボーイレスクってコロナ終わったらまた指導するんですか。やろうかなと思ったりしますけど。あ、ボーイレスクで頑張ってる若手の人とか、なんかライブやる1ヶ月前ぐらいのタイミングで、あ、ぜひぜひインタビューさせてもらったらそれを出して、はいはい、お願いします。はい、そうだから。あ、本当ですか。あ、じゃあ、はい、吉田さん、ありがとうございました。じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ここでお知らせです。ガイロクチャンネルグッズ絶賛発売中です。概要欄に貼ってあるガイロクショップにて、購入可能ですので、よろしくお願いします。そして、ガイロクチャンネル地方ロケ第3弾、今度は福岡と大分に行きたいと思っております。
クラウドファンディングで500円からご支援いただきますので、こちらも概要欄からチェックお願いいたします。よろしくお願いします。